はい、もくもくトイズです。今回は息子のスケボーじゃなくて自分のスケボーを購入しました。40歳になって何か新しいことやりたいなとずっと思っていて、いつも息子のスケボーの練習を見てるうちに、ああなんかスケボーやりたいなって気持ちがマックスになって、それから毎日ネットでどのデッキがいいか悩んで全然決められないです。20年以上前にスケボーをかじったことがあるから、知ってるブランドと知らない新しいブランドがありすぎて余計に決めることができません。トラックもベンチャー、サンダー、インディー、軽いテンサーがいいのか、いろいろと1週間ほど悩んでやっと決めたのがこれ。デッキはガールのポップシークレットの8インチ。シンプルです。トラックはサンダーのチタニウムライト3、イーズはボーンズの STF99A V1 スタンダードというのを購入しました。ちょっと心配なのが腰痛と肩がすぐ抜けるんで、体への負担を抑えて無理せんと楽しんで息子と一緒に滑りたいと思います。これから40歳からのスケボー記録もアップしていこうと思っています。よかったらチャンネル登録、応援よろしくお願いします。これで完成です。してね。